1000万人目の買い物客となった高知市の杉本美恵さんの家族に特産品の詰め合わせが手渡されました。まだこっち向いてきたらちょくちょく寄りたいです。はい、ありがとうございます。カワウソの里須崎はすぐ近くに須崎西インターチェンジがあり、抜群のアクセスを誇ります。バスで訪れる県外の団体旅行客をターゲットに売り上げを伸ばしてきました。しかしコロナ禍でその戦略が裏目に、昨年度の売り上げは前の年を1億4000万円近く下回る3億1900万円。今年度はさらに悪化し、過去最低の見込みです。今本当にコロナでこの1年半前からガラッと状況が変わってきましたので、本当にこの道の駅で、何ができるかなっていうのを本当に新たにこの考えているところで、レストランのシェフお手製のタレを商品化して道の駅以外でも販売したり、クラウドファンディングを活用するなど新たなビジネスモデルの開拓を模索しています。